直近アップデで武力上昇値が上がったノーマル免疫値か、計略は積算の段階強化。国軍戦闘は他世戦闘の真逆で、戦場にいる味方部隊が好きなほど武力が上がる。自身のみで武力プラスで、そこから1部隊増えるごとに上昇値がマイナス1。三国志大戦の奇襲降臨の手間の損撃と違って、自治路にいる部隊数は含まないから、名だけ少し先に出して計略を打っても最大値で使えるよ。コスト比武力を持ちつつ、積算でそこそこの武力上昇を出せるのが強み。この俺が行くぞ。私に続け。みんな後を頼む。私に続け。私に続け。忘れるかよ。さらばよ兄弟。私に続け。ジョン万次郎デッキは部隊の足並みが崩れるとジョンの計略が使えずに下り待ち。そんな味方が落ちて厳しい状況で小立できるからミスをした試合を拾える強みがあるよ。例えば刀戦機を選んでるつもりで間違えて連環戦機を使ってしまった試合とか、そういう厳しい状況でこそ生きる計略やと思うよ。まあそんな間抜けなミスする人そうそうおらんと思うけど。I'll be back. Let's go. Onore.こんなこともあるでしょう。覚悟せよ。前行くぞ。バックせよ。前行くぞ。流派発動。一の方この俺に死という言葉はない。お助けいただきありがとうございます。覚悟せよ。ワンマンショー、いやジョンマンショーぜよ。狂わねばこの国は救えない。進め。魂はここに置いていく。小手先でごまかすなんざ戦士としても男としても二流だろ。さらばよ兄弟。この俺が。さらばよ兄弟。戦機刀戦機ジャイアン、全員噛みつかれてから連関員をやる。流派発動。身の型お前たちの相手は俺だ。時代は動いている。取り残されるな。昔の俺ではない。まだ終わるわけには。こそこそ裏から逃げるんじゃねえよ。流派発動。
三の肩。私に関係せよ。覚悟せよ。こんなこともあるでしょう。この俺が欺く。あばよ兄弟と。忘れるかよ。みんな、後を頼む。おれ、私に続け。お前たちの相手は俺だ。私に続け。私に続け。私に続け。ありがとうございます。へえ。楽じゃないとは分かっていたが、行くぞ。この俺が風の神速使うと焼かれると思ってとっさにジョンを言ったけど、相手の緑の部隊とこっちの源のためよしは城から出てないから大失敗。あとに3秒待てばいいだけやったから負けに直結する致命的なミス。前に続け。最後の瞬間やらかして焦ってる時は計略やカットインの演出時間に状況整理したい。今の白ネージやと清川発動の壁3発くらいが政府圏内で、それ以外はどれもヤバそうやから、スルーしていいのは清川のみ。ただ全スルーはめくられそう。みんな後を頼む。こんなこともあるでしょう。敵は取ってやる。お前たちの相手は俺だ。邪魔な野郎ども、根こそぎ殺してこい。まだ終わるわけには。昔の俺ではない。忘れるかよ。あばよ兄弟。この白ゲージ差で引いてくれるのは 99% が 100% になるから助かった感じするかな。ここに置いて相手批判の意図ではなく、ここまでやったからに流行るようにしたいという自戒の意味。でもネイはこういった試合展開に強いと感じたよ。ご視聴ありがとうございました。